プロドラックとは、投与されると生体による代謝作用を受けて、活性代謝物へと変化し、薬効を示す、医薬品である。作用の持続化使用性増大副作用、毒性の軽減安定化に、匂いの改善傾向投与における、バイオアベイラビリティの改善。1、2、4、6は、吸収、分布、代謝、排泄に関する物性。 いわゆるアドムの最適化により達成されることが多い。3の例は、多くの癌に対する科学療法薬において見られ、プロドラッグ戦略により意図した標的への薬物の選択性を向上させる。低酸素状態の癌細胞を標的にする医薬品は、還元活性化を行う。すなわち、低酸素状態の細胞内に存在する多量の還元酵素を利用し、 プロドラッグを細胞毒性型へと変換する。活性化前の形態がより低い細胞毒性を示すならば、健康な正常細胞を傷つける可能性を著しく軽減させ、結果として副作用を軽くすることができる。合理的医薬品設計においては、新規化学物質の構造を操作しながら、バイオアベイラビリティを改善していくが、 そのためには体内での主な代謝経路や吸収改善ための科学的特性を知ることが重要である。しかし意図せずプロドラッグが用いられることもある。特に偶然の発見により開発された医薬品の場合は当初活性を示すと思われていた化合物が詳細な代謝研究の後にプロドラッグであったと判明することがある。 薬物のプロドラックへの変換には様々な置換器による化学修飾がなされるが、カルボキシル元やヒドロキシ元を持つ化合物をエステル化し、使用性を高めて吸収性を改善するなどの例が最も多い。エステル結合は肝臓などに存在するエステラーゼの作用によって容易に切断され活性本体となる。モルヒネの2つのヒドロキシ元をアセチル化し、 大脳への移行性を高めたヘロインが典型例として挙げられる。プロドラッグ化はあくまで薬物の化学構造の変換によるものであって投与方法の変更は含まれない。プロドラッグはどこで最終的な活性な薬物形態に変換されるかに基づいて2つのタイプに分類できる。タイプ1は細胞内で変換が行われるもの、タイプ2は細胞外、 特に消化物中、もしくは体循環中に変換されるものである。それぞれのタイプはさらに、サブタイプ A、B に分けられる。タイプ 1A と1バイトは、活性形態への変換が行われる場所が、薬物の作用の場所であるかどうかにより決められる。タイプ 2A と2バイトは変換の場が、消化物中か、体循環中かにより分類される。治療標的と変換の場が同じ場合、 一つのプロドラックがタイプ 1A とタイプ1バイとの両方に属することもあり得る。プロドラック活性代謝物の順で記述。ありがとうございます。